エントロピー気学すべてはエントロピーで完結するのだと私は思います。とにかく皆さん自身の気を強く持つことです。自分の力は宇宙的力となり得ます。弱気になったら、酒の力を借りてでも、このエントロピー的宇宙気学を守らなければなりません。クリアーな感性、そのエネルギーは雨をもやませることができます。 自分の機能充実を図るためには、どんな手段を用いてもよいのだと思います。ただ、迷惑さえかけなければですが、それこそが私の呼ぶエントロピーなのです。他人なくしては、自分の在在在もありません。ただ一つだけ上下関係が存在するとすれば、それは全宇宙、ブラーフマンと私。 とといいううことだけななのではないではしょうかそんなこんなでエゴイズムなどは自然に消え去ってしまいます。自分自身の想念で映し出される自己宇宙も変わるのだということもっと発展すればその日の精神状態で夢シャネリングも違うということです。想念、ストレスは弱きから強きへと流れます。その浄化作用カタルシスが私にはできます。 どうかストレスを私にぶつけてみてください。私はブラーフマンへと浄化します。